ご視聴ありがとうございます。この動画は、歴史シミュレーションゲーム、信長の野望、烈風伝、を通して戦国時代を楽しむ動画です。この動画は、島津義久様のご要望で、薩摩弁で案内させていただきます。こんちゃらごわした、島津義久だ。父、島津高木さん嫡男でもす。将来は父に気づいた、島津家を引き継ぎ。島津さらな繁栄を目指して騎馬所存だ。若輩者だけんど、よろしく頼みもんす。まずは、烈風伝を始める前に、島津県目標と戦略を考えていくでもんす。まずは、目標。天下統一？そいは、きつかねえ。信長ん野望、烈風伝では、天下統一はまこて年数がかかってしまう。しかも、飽きるでもんす。やはり、烈風伝の面白さは、お家ん地盤を築き、地方統一をすっまでが、一番楽しか。地方統一できれば、天下統一は時間問題でもす。ということで、島津県目標は、九州統一とする。九州統一中目標に向けて必要なのが、計と人でごわす。計と人？計は、計画、人は、人材でごわす。まずは、計画。計画は、長期計画と短期計画の二つが必要でもんす。長期計画は、九州統一までの大枠ん計画。短期計画は、具体的な計画でもんす。九州ん地域は、大きく北、東、西、南ん大きく分かれとる。まずは九州ん北側筑前、筑後ん大友勢。次に九州ん東側、豊前、豊後ん大友勢。九州ん西が肥前、肥後ん雄三寺勢。そして最後に、九州南側、中賀、大隈ん伊東、肝付勢でもす。さてどうしたもんか。にゃにゃ。まずは、長期計画を4つに分け。その1。九州南ん制覇、伊東、肝付県打倒。その2。九州西ん制覇雄三寺ん打倒。その3。九州東ん制覇大友ん打倒。その4。九州北ん制覇九州ん統一。これで、長期計画は完成。今回は、こんなものかな。みんな、騎馬やんせ。次回は、まっこと重要な人材について説明しよう。